はい、タンミオです。スンです。今日もウキウキハッピー農園にやってきて、なんかいろいろやろうかなと思ったら、また会長がいろいろやってくださってるので、今日は、まあ、この間真帆ちゃんが美味しくないって言ってた岡ひじきをまた取るのとゴロゴロしてるのがちょっと怖いけど、トマト、ちょっと綺麗にもうしなしなだからね、何もなってないし、トマトにさよならを告げる回にしたいと思います、はい、では慣れたもんです。ラビットフードこれもさ、大葉もさ、ちょっと雷。雷が。ごめんなさーい。すげえわっさわさ。つけて。ナスも取れるのがいくつかあるかもしれない。うん。はい。で、我々の目指す先は、こちら。じゃじゃーん。本当にちょっとなってるの取ってく？そうだね。なってるのいくつか取ってこう。でもなんか結構さ、割れてる、割れてんのよね。でも綺麗だね。いや、もういいよ。さよならを告げよ。大変お世話になりました。棒も、棒も抜かないとだよね。取ります。普通に取っちゃっていいんですよね。じゃあこういう時はストレス発散したら。このシーンはちょっと動画に収めたいです。はい、トマトがもう終わり。悲しいよ、悲しいよ。でもさっきまであんな立派に建設されていたこの棒たちが見事にバラされました。逆光だけど、逆光というか暗いけど、おいしい、おいしい。よし、じゃあさよなら、さよならトマト、さようなら、ありがとうトマト。で、これさ、ブレ、はい、ブレませんね。この YouTuber のための Vlog のカメラ。割れてるべ。おお、綺麗。本当だ。いいね。いやん。あっけないなり。野菜たちのお墓へ。なんかゴロゴロ言ってるからね。
これナスもそろそろダメですか？もう抜かないと。まだ大丈夫。冷えちゃう。何やまっけ、もさよならをつけないといけません。スーパーが何か捕まえました。トトンボです。トトンボ話しちゃうよ。いいよ。あお、どこか見てしまう。はい、OK かな。うん、私ずつと、あと会長さんからなんか変わった形のかぼちゃいただきました。じゃあまたかぼちゃのスープができるね。